自災線は、愛知県八戸市の八戸駅から、愛知県一宮市の玉ノ井駅までを結ぶ、名古屋鉄道の鉄道路線。農美平野の西部を従管している。鞘駅、津島駅間は、名古屋方面へ直通する列車が多数あるものの、全体的には、地域輸送中心の路線である。また、名鉄で最も古い路線である。運賃計算区分は C。 すべての駅でマナコなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。なお、鉄道要欄による起点はヤト駅だが列車運行及び旅客案内列車番号の設定においては津島駅からヤト駅、玉ノ駅へ向かう列車が下りヤト駅、玉ノ駅から津島駅へ向かう列車が上りとなっている。ヤト駅、玉ノ駅間のもの 玉の池曽川港間の休止時点のもの。名鉄微細線の前身は微細鉄道である。当時、日本各地で鉄道が輸送機関として地位を確立しつつあった。明治20年代半ば頃に草津駅を起点とする施設。関西鉄道は、四日市駅桑名駅間を1894年7月5日に開業したのに続き、 桑名駅名古屋駅間の延長を計画していた。計画されたルートは、八戸駅名古屋駅間を結ぶ最短ルートと、八戸駅津島経由し、名古屋駅を結ぶルートの2案だった。津島などでは、関西鉄道の誘致運動が起こったが、結局、津島経由ルートはなくなり、最短ルートを採用した。その後、折物関係の原料、製品輸送や津島神社の参拝客誘致が、 計画され、関西鉄道の八戸見駅東海道本線の終わり、市宮駅を結ぶ鉄道として、微細鉄道が計画された。開業に向け、1894年2月26日に、海西郡宝地村神戸神殿の大地主14人が、軽弁鉄道として、国に出願。その後、他の路線の乗り入れを理由に、機関線6 7ミ、mm、リメートルに修正し直し、 1896年6月、微細鉄道株式会社を回答軍津島町に本社を置いて設立し建設工事を開始した。初代社長は津島防石会社社長兼津島銀行監査役の青木栄二であった。当初、蒸気機関車の煙突から吐き出される火の粉を嫌って線路の測量に反対されることもあったが、工事は進み、1897年には、 アメリカのブルックス社から蒸気機関車を購入。1898年に開業し、1914年に全通した。また、微細鉄道時代に使用されていた機関車として11.125蒸気機関車や l 1系電気機関車などがあり、1911年に鉄道員から微細鉄道に払い下げられ、1957年まで使用されていた。 蒸気機関車12号が現在でも博物館、明治村の名古屋駅と東京駅の間を連日走行している。1925年に微細鉄道は名古屋鉄道に買収されて名鉄の路線となった。微細線は名鉄の路線で最古であるが名鉄の前身である名古屋電気鉄道は微細線の前身の微細鉄道とほぼ同時期の創業であり、 最初の路線の開業も微細鉄道の開業1置、過月後の1898年5月である。かつて路線は、玉野井駅から先、木曽川下半の木曽川橋駅まで伸びていた。なお、市宮駅木曽川橋駅間は、木曽川線と称していた時期がある。名駅鉄道名駅線の新市宮駅から、新岐阜駅までの区間が1935年に、 開通したが、同区間が全通する以前は、名古屋と岐阜を結ぶ路線でもあった。当時は、名古屋側のターミナルであった柳橋駅から、新一宮駅までと木曽川線を直通する急行が、運転され、この乗客は、終点の木曽川橋駅から木曽川対岸の笠松駅までを徒歩で移動し、そこから、再び鉄道で、岐阜方面へと向かう、という方式が取られていた。 名鉄では1960年代から1970年代にかけて、広見線、小牧線、三河線など、市線の部分伏線化を手掛けており、当線も鞘駅、森上駅間が、この時期に伏線化された。なお、雅美駅鞘駅間の愛知県道40号名古屋、蟹江雅美線や国道155号をまたぐ、高架橋は伏線に対応できるようになっており、2006年に、 廃止された八戸見口駅も、伏線ホームが準備されていたが、具体的な進展がなく駅が廃止され現在に至っている。また、2016年より、仮安賀駅観音寺駅間の降下事業を進めている。この事業は、愛知県道14号岐阜稲沢線における、仮安賀1号踏切によって、慢性的に発生している渋滞を解消するためであり、 2024年度の観光を目途として、仮線用地の確保等が進んでいる。観光後、仮安賀駅は、高下駅となり、観音寺駅に行き違い施設が移設される予定である。名鉄微細線仮安賀駅観音寺駅付近の、高下事業運行系統は、平日朝に数本ある名鉄一宮駅、津島駅スカグ方面の直通列車を除き、八戸駅津島駅間、 津島駅名鉄一宮駅間、名鉄一宮駅、玉野井駅間の3区間に分かれており、公式サイトでも各区間で分割されている。このうち、名鉄一宮駅、玉野井駅間を地元では玉野井線と呼ぶことがある。奥朝玉野井間が休止中だった時期には奥朝線とも呼ばれた。すべての列車が津島線に直通運転しており、 鞘駅津島駅間には普通列車の他に、優等列車も運行されているが全列車が、途中の日比野駅にも停車する。平日の日中を除いた基本的な運転サイクルは、津島線と同じで、列車は以下の順に、鞘駅と名古屋本線と岩手駅、西尾線吉良吉田駅との間を行き来している。一時間あたり、雅美駅鞘駅間は普通のみ二本、鞘駅津島駅間は、 準急と普通が合計6本運行され、休日夜間には、吉良吉田発ヤトミ駅、朝にはヤトミ発キ吉ヨシ駅も運行している。後者は、ヤト駅を普通として発車し、さや駅から準急に変わる。さや駅、ヤト駅へ向かう列車は、平日に特急4本と、急行1本が設定されている他はすべて普通列車である。平日の昼間は、 豊明駅発着の列車が運転されず、上下線とも普通列車が毎時4本ずつ運行されている。特急は2008年12月27日のダイヤ改正で設定され、平日の夕方に、さやきのみ4本運転される。クリップかつて存在した、佐田行き列車普通のみで毎時4本運行され、平日の一部列車を除いてワンマン運転を行っており、 名鉄一宮駅では特急岐阜駅の接続を受ける。単線区間では交換可能な3駅のいずれでも列車交換を行っており、これ以上の増発は困難である。萩原駅狩安川駅間は距離が短いため、日中は津島方面駅は萩原駅、名鉄一宮方面駅は狩安川駅で、それぞれ列車交換のため約4分停車する。 津島駅名鉄一宮駅間の折り返し運行が基本で、雇い方面や名古屋方面へ直通する列車はかつてそれぞれ設定されたことがあるが、現在は津島駅経由で名古屋方面へ向かう列車が平日3本残るのみである。このように津島駅経由で名古屋方面へ向かう列車は少なくかつ遠回りなので、名鉄一宮駅、神宮駅、津島駅など、 名鉄名古屋駅に直通する列車が多く運行される、駅に向かう利用者も多い。津島線経由で名古屋方面に向かう列車は、過去何度か定期運転されていた。津島駅降下化に伴う1968年5月改正で、設定された新名古屋駅、玉野井駅間の特急、森上駅までの複線化が完成した1974年3月改正で、 再度設定された新名古屋駅、森上駅間の特急などである。いずれも後の改正で急行以下に格下げされ、それもさらなる改正で消滅した。この区間は農村部を通行し、沿線住民が少ないためであり、森上駅津島駅間の伏線も今では持て余している。名鉄一宮駅経由で名古屋方面へ向かう列車が設定されたのは、 新一宮駅微細線ホーム高架化に合わせて実施された1994年11月のダイヤ改正の時であり、この時、豊川稲荷発、新岐阜、森上駅3822列車と森上発、鳴海駅717列車の2本が登場したが、3822列車は1997年4月改正で711、 列車は2007年6月改正で消滅した。なお、尾張津島天皇祭の際には、津島駅から森上駅の列車が2本、臨時運行される。森上、津島方面や名古屋本線への直通運転は行っては、おらず、区間内折り返し運転の普通のみで、毎時2本運行され、平日朝の一部列車を除いて、ワンマン運転を行っている。この区間は、微細線全体でも、 利用客が多いが、途中に交換設備を持つ駅がなく、片道でも10分弱かかるためにこれ以上の増発は不可能である。名鉄一の宮駅では、玉野井駅は中部国際空港発の特急から、一の宮駅は中部国際空港駅の特急に、それぞれ数分で接続している。1970年代には、玉野井発津島、 カリヤ経由キラヨシ大駅という列車も運行されていた。愛知県の統計によれば1日平均2010年度で17,411人の利用があった。全駅が愛知県に所在。かつてはこの区間の代替バスが存在したが廃止されている。2007年に開設の市宮敷総川町、北方町地域のコミュニティバスの一部区間がこの廃止区間に運行されている。 移転、再開した駅を除く。東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、微細線では地震防災対策強化地域にあたる森上駅、雇見駅間で列車の運行が休止されることになっている。出店によっては青木が設立したと表記されているものもある。平吉田駅、雇見駅の列車と塚口駅、鞘屋駅の列車が各2本。 キラ吉田駅発着の列車は、神宮前駅伊藤は、急行に変わる。ABCDE 徳田光一、名古屋鉄道混弱、不市長、パノラマカーの公石交通新聞社、交通新聞社新書、2017年8月20、202ページ。ISBN 978から43億30819174。3, 19, 肩のと友字 ふるさと物語日本で最初の蒸気排水機設置青木英二、和の内町公式サイト広報和の内 P7342015 年1月25日閲覧青木英二愛知県名鉄尾西線、仮安賀駅付近鉄道高架化事業愛知県施設鉄道免許状課付 官八1896年11月2日運,月日運輸開業免許上過漢官千1 8 9十日。年4月六日運輸開業免許上漢方官八1899年3月18日。運輸開業免許上漢方官八1899年7月24日。運輸開業免許状過付。官方1900年1月25日。官方では12月29日。 停車場設置。官方1908年1月8日。京弁鉄道指定。官報1911年2月21日。京弁鉄道停車場設置。官報1912年2月29日。京弁鉄道免許場付。漢官報1912年3月20日。京弁鉄道免許場付。漢官報1913年10月22日。京弁鉄道運輸開始。 官報1914年8月12日、軽便鉄道免許執行。官報1915年5月14日、軽便鉄道貨物に誘拐し。官報1918年7月6日、鉄道院鉄道統計資料。対象7年度官報では9月1日、地方鉄道停留場設置。官報1922年9月14日。 地方鉄道駅設置並営業マイルほど変更。官報1924年10月16日。鉄道省鉄道統計資料。対象14年度。鉄道上都。官報1925年7月22日。地方鉄道駅名改消。官報1926年1月28日。AB 特田孝一。名鉄の廃線を歩く JTB。2001年。80ページ。 ISBN 978から45億3 3百3万9232。ABCD 名鉄資料館、伊勢湾台風と、名鉄電車名古屋鉄道 AB 名鉄120年市、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、183ページ。トランパス15駅に導入、名鉄、14日から。 交通新聞、P1、清水武史、神田敏弘、1999年3月、微細線の100年保存版、郷土出版社 ISBN4 から 876701180P に、列車運行に支障がある場合の、取扱い名古屋鉄道。ありがとうございます。